それではですね、はい、ベスト8出揃いまして決まりましたね。実はですね、はい、ご覧のように勝手に鈴木学が決めてしまったこの組み合わせができておりますが、はい、これは審査委員長、はい、理由はありません、はい、まあなるべく地元同士を当てないように、はい、まあ、面白そうな対戦を、そうですね、ベスト8 1回戦上本潤イエス対風間康之、マジですか、はいはい、そうです。3度目、まだ負けますけど、マジ、はい、第2回戦、はい、谷口対星野、はい、確かに、お、いいね、自信ありげだね。前回負けたからね。あ、じゃあ、前回もやってんだ。第1回目にね、そう、そう、それをね、知っててやってみたんね、だから今、顔が回してんだよ。わざとやってんだ、おかげね。はい、続いて、そして、3回戦今村対熊子、はい、地元合わせられて、いや、だって東京の埼玉、はい、続いて最後は泉田対今村陽ちゃん、はい、だからこれはだからでいいか聞けよ、地元じゃないんだけど地元に近いグループなんだろう、全然気づいてんねんから。それでは、はい、皆のどうもベスト8行ってみましょう、はい、じゃあベスト4進出となります。ラストです。見てるからね、上でね、他の奴らが。さあ、上本潤入ってまいりました。このアウトギリギリミッター出て3速、おっ、アウト来た、かなりいい感じ。あー、ちょっとミスしたろ、今いい感じで来たんだけどね。うわー、もう最高、ここまでは良かった、シャリカッコ良かったのに、会話とごまかしましたが、これは失敗と見ていいでしょう、うん、これでちょっと風間楽になっちゃったかな、楽になっちゃったな。風間、はい、どのような走りを見せますか。入ってまいりました。あった。かなり来て、あ、前から来た。かなり来て、来てきた。よかった。インナメのラインだけど角度あるね。今ね、進入のね、スピードとね、角度が良かったですね。ね、もうちょっと来てほしかった。そのままの勢いで、これ手も演じされてて、あのインナメでも十分スピードと角度はあるね。ライン取り、2本目はでも来ますよ。さあ来ました、どうでしょうか、振ってくるか、さあどうだ、落ちと抑えてきた、これは無難にまとめてきたか、驚くような飛び込みではなかったような気がします。やつはね、あそこね、ただね、ステアリングだけで来ちゃってるのね、進入をね、全くそうみたい、そこで向きを変えてる、だから1本目のってのはただちょっと切っただけで来ただから、星野の2本目、さあ最終コーナーからストレート打ってきた、おっとかなりアウトしてきたか、さあここからが勝負、アクセルコントロール、これはまだうまくいったんではないかというところ、うまくいってますよ、これは綺麗にまとめました、1本目よりははるかにいいでしょう、アウトからいったね。
星野2本目をまとめました。いきます、今村貴大対熊久保の対決です。気合一発、マフラーの2本目、すごいとこから来てきた。危ない危ない、また来たよ、危ないわ、かっこ危ないよ。いやー、ここの飛び込みは多分今日一ぐらい早いかもしれない。かっこよかったです。猛烈な距離だね。ただそこのヘアピンの立ち上がりの遅さはやっぱね、ちょっとね、今村の場合ね、テクニックがあるんだけど、はい、車のそのエンジンパワーとかなんかその、ね、今、良くないのかね、そのいろんなバランス。ということになります。さあどうでしょう、来ました、アウトギリギリから打ってきた、打ってきた、来た来た、さあどうだ、いやアウト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 、すごいね、アウトすぎた。これはスピードコントロールできませんでした。気合いは十分、ちょっとポイント間違ったね今、ちょっとね、これは気持ちはね十分出てましたけども、対するは今村陽一、ラストの走りどうでしょうか、見てみたいもんです。待ってる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 、来た来た来た、そこだそこだそこだ、あのライン、頑張れ、いやいや、これ拍手も完璧、86ってこんな速いのかい、パワーのない車で、おかしいよ、うまいラインで待ってくる、すごい走りが出ました今村陽一。